はい、どうもアティス。今日はですね、日曜日に行われますアイビスサマーダッシュの最終見解とクイーンステークスの予想をしていきます。一晩考えた結果こんな感じの終始になりました。まあ、本命はね、正直チェイスザドリーム、まあ、一番人気になるんでしょうけど、まあ、この馬にしようと思います。まあ、理由は後ほど思います。で、対抗が、マウンテン娘、3番手デュアリスト、まあ、あとはディビナシオン、メイリバルというですね、丸々組、掲示番組をですね買った、つもりにございます。とその前にまずこちらをご覧ください。今週のブログですね、日曜日分、重賞の予想がですね、アイビスサマーダッシュとクイーンステークスがあるんで、まあ、こちらをやっていきますよと。じゃあ結果どうなってるんだってお話なんですけど、3連単ですね、2点で指名した平場の予想がありますよと。で、宝塚記念ですね、単勝5万円かけて37万5千円払い戻ししましたよと。で、スパーキングレディカップですね、本命6番人気キャリッカーリード2着で馬連3連複的中しましたよと。じゃあこの紙ブログはどこにあるんだってお話なんですけど、概要欄からぜひご登録をお願いします。こちらはですね、なんとブログ無料になっております。ぜひね、皆様に有益な情報をお届けいたしますんで、概要欄からご登録いただけたら嬉しいです。はい、では詳しく解説していきます。はい、チェイスザドリームですね。まあ、正直ね、他の印の馬を本命にしようと思ったんですけどね、なんか決定的なものがないなと思ってて、で、まあ、前走ですね、初めて芝を走ってですね、まあ、普通に勝ったと。で、今回ですね、前回と同じ7枠13番で普通に勝ってるんで、まあ、無理に外す必要もない、なんならもうこの馬からでいいかなと思って、はい、まあ、一番人気になるんでしょうけどね。まあ、それでも別に条件ってほとんど前回と変わんないと思いますし、まあ、ババがね、どこまで悪くなるかとかもあるんですよ。結局ね、それを考えてても、まあ、どうしようもないんで、だったらね、もう素直にこの馬からでいいかなと思ってます。で、別にね、そんな断然一番人気になるような馬じゃないし、まあ、4倍前後ついてくれるなら、全然いいかなと思いますね。で、対抗がマウンテン娘ですね。だから、チェイス・ザ・ドリームの2着の馬ですね。まあ、前走はですね、まあ、2着だったんですけども、まあ、そこからね、金量が増えて内枠に入って、まあ、正直多分人気は結構落ちると思います。だからこそ狙い目なんですよ。はい、前回もこれラテンステークスって、だからさっき言ったように枠が同じって言ったじゃないですか。だから別に枠って僕そこまで問題なくて、でこれもね、前回の動画で述べた通り、アイビスサマーダッシュって、まあ、自分より外の馬が結構大事だと思ってて、このマウンテン娘ってスタートから行くじゃないですか。でもこのクムシラコとかハギノメーテル、この辺りって差し馬じゃないですか。だからスタートして素直に外立ちに寄せていくことって簡単にできるんですよね。だから枠並びもいいんですよね。で、鞍上がですね、まあ、実は先着得意なこの藤田七子ジョッキーなんで、まあ、人気がなくなってね、再びここはやってくれるんじゃないかなと思いますね。で、3番手、デュアリストです。まあ、正直ね、こっち本命にするかも迷いましたが、なんかね、いろいろ見てみると、新潟の8月にある、それに向けてのなんか叩き台みたいな、情報を得たんですよね。だから、ここを叩いて、まあ、次のそのリステッド競争がなんかメインらしいんですよね。で、まあ、初めての、まあ、芝っていうのは別にね、まあ、チェイス・ザ・ドリームがそれで勝ったんで問題ないんですけども、まあ、思ったよりはね、やっぱりちょっと人気しちゃってるんで、まあだったら3番手ぐらいでいいかなって感じです。で、4番手はディビナションですね。まあ今なんか想定オッズ3番人気になってますけども、生まれとかね、3連単の合成オッズ見たら多分こんな人気にならないです。まあ最終的には多分ね、7番人気ぐらいになるかなと僕は見てます。まあ、だったらね、別に印打ってもいいかなと思って、まあ2走前のね、このイダテンステークスの末脚が魅力だったと。で、最後がまあ穴馬メイディバルですね。まあ、大外入ったっていうのはやっぱり単純にいいですし、このイダテンステークス、まあ、この4着もね、これチェイス・ザ・ドリームから 0.2 秒差なんですよね。で、それでまあこんな人気ないんだったら、まあ、買いたいよねってお話で、まあ、だからね、イダテンステークス組、掲示板組を買った感じですね。で、じゃあこのイダテンステークス3着のファイアダンサーを買わないんかってお話なんですけど、別に買わないこともないんですけども、このファイアダンサーって去年このレース一番人気になってるんですよ。でも負けてるんですよね。で、その負けた時に騎手が言ってたのは、なんか暑さでダメになった、良くなかったって言ったんですよね。で、今回もね、この時期、まあもう今本当に30何度あるじゃないですか。暑いじゃないですか。だから、どうなのかな、暑いところ、まあ去年と同じようになんか熱中症の症状とか出ないのかなと僕は思っちゃいますね。そこが不安ですね。まあそれさえなければ全然馬券内来ると思うんですけどってお話で。で、あとね、もう僕は、
まあ、そもそもまずチェイサードリームから買うんで、ウィングレイテストと、モズメイメイ、この辺は切ろうと思います。まあ、正直ね、この辺まで買ってたらどう考えてもね、オッズ妙味というかですね、どうやって儲けるんだって話になっちゃうんで、まあ、15番と、まあ、12番は買わないかなって感じですね。ということですね、アイビスサマーダッシュの予想は以上になります。で、今週はこちらのレースもございます。はい、札幌のクイーンステークスですね。まあ、構図としては3歳牝馬 VS、ビクトリアマイル組ということで、今年は僕結構レベル高いと思ってるんで、まあ、本当楽しみなレースだと思ってます。はい、その中でもまず狙いたいのはこのラリュエルですね。こんな人気ない馬狙うのってお話なんですけど、僕はね、なんかこっち結構荒れそうな気がして、なんでじゃあこの馬にしたかっていうと、ラリュエルの前走、これ、トモエ賞、まあ、函館の1008ですよね。この新人のジョッキーが乗って 0.5 秒差なんですよね。で、ボバ相手にもある程度やれる。で、今回見てください。佐々木大輔ジョッキーです。今、若手の中でおそらく一番乗れてるジョッキーです。まあ、要するに、鞍上が超超超鞍上強化なんですよね。まあ、それで、この12番人気っていうのはめちゃめちゃ美味しいと思ってて、だから、トモエ賞ぐらいやれればね、うん、まあ別に他の馬たちも強い馬いるんですけども、別にそんな抜けてる馬とかいないんで、まあラリュエルがうまく、まあ、この馬3枠4番なんでね、うまくインを最短距離でね、ロスなく走れれば、まあ、3着ぐらい残ってくれるんじゃないかなと思ってます。であともう1頭が、はい、モリアーナですね。まあ筋量が一番重くて、まあ57キロ、まあボバでいうと59キロ換算ですか。まあ、筋量が重くてですね、大外なのどうなのってお話なんですけど、まあ、人気が今9番人気相当と、これは美味しいんですよ。で、これはね、モリアーナの全成績なんですけども、まあ、札幌実績あるのかって話なんですけど、見てください。まあ、2歳児なんですけどね、この札幌の1008コスモス賞で、今回人気するドゥアイズにこう2馬身離して勝ってるんですよね。洋芝適性は絶対にあるんですよ。で、僕ね、このモリアーナに関してはこうシオンステークス買ってるように、僕はマイルよりもうちょっと距離長いとこ使ってほしいなと思ったんですよ。ビクトリアマイルの時もそう思ったんですけど、そうしたらようやく、まあ、距離を伸ばしてくれたと。これは僕結構大チャンスだと思ってて、で、今の札幌を見る限り結構ね、外が来てるんですよ。で、明日が、まあ、間違いなく雨が降って道悪になるんで、そうなった時にうちが死んだババになればモリアーナがね、刺してきてくれるんじゃないかという算段ですね。この人気のなさはかなり美味しいと思いますよ。まあ枠と筋量で嫌われてるんでしょってお話ですね。はい、ということですね、クイーンステークス狙いたい穴馬はラリュエルとモリアーナです。はい、ではですね、アイビスの予想は以上になります。で、あとね、こっからちょっと雑談したいんですけども、まあ、前回出したですね、本当にすごい競馬 YouTuber っていうですね、まあランキング動画を出したんですけど、結構ね、思ったより再生数もあって、コメントもね、たくさんもらったんで、あ、意外と需要あるんだなと思いました。なので第2弾、本当にすごい、競馬予想する著名人っていうですね、動画をまた今回水曜日ね、出したいと思ってますんで、楽しみにしててください。まあ、正直ね、本当に世の中ってすごい予想家もいますし、まあ、残念ながらその逆もいるわけですね。まあ、本当にね、じゃあ僕がね、この目で見て本当にすごい、競馬予想する著名人っていうのをね、あげたいと思いますんで、ぜひね、楽しみにしてください。まだちょっと動画はね、作ってないんですけども、水曜日ぐらいにはあげれる予定なのでお願いします。はい、これで以上になります。まあ、あとですね、最初にも言ったように概要欄にブログ貼っておきますんで、こちらのご登録を必ずお願いします。必ず皆様に有益な情報をお届けいたしますんで、お願いします。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。